ひみ線ん。姫線は、富山県高岡市の高岡駅から、富山県ひみ市のひみ駅に至る西日本旅客鉄道、JR 西日本の鉄道路線、地方交通線である。愛の風富山鉄道線、旧北陸本線から分岐するローカル線の一つであり、富山湾岸を走る。高岡駅の町駅間では、万葉線高岡軌道線と並行し、 伏木駅付近は工業地帯となっている。農町駅からは日本貨物鉄道 JR 貨物の貨物線である新港線が分岐しており、高岡駅高岡貨物駅間には貨物列車が運行されている。JR 貨物は農町駅伏木駅間の鉄道事業許可も受けているが近年運行実績はない。なお、2015年3月14日の 北陸新幹線開業を控えて2010年に JR 西日本の佐々木孝之社長は赤字対策として秘密線を廃止してバス転換を行うか本数削減などを含めて地元自治体と協議したいしていたが2012年1月28日に北陸新幹線金沢開業後も引き続き JR 西日本が運営するとともに 運転本数についても大幅な変更はないと発表した。このため本路線は上花線の他には JR 西日本の在来線路線と接続しない路線となる。全区間を JR 西日本金沢支社北陸広域鉄道部が管轄している。高岡駅を出ると北東方向に向けてカーブをして住宅街の合間を抜ける。この付近の西側には 前田俊長によって築かれた高岡城の城跡を公園として整備し、日本桜名所百選にも選ばれた高岡古城公園があり、越中中川駅が最寄り駅の一つになっている。駅周辺にはこの他にも、高岡市役所、高岡市美術館や高岡文化ホールなど、高岡市の主要施設集まるエリアであるとともに、高等学校も集中している。 越中中川駅を発車して、右手にある、富山県立高岡高等学校を過ぎると直線が、続き、国道8号、富山高岡バイパスの高架橋をくぐって、住宅街の中を進み、農町駅に到着する。農町駅は、かつての貨物輸送の拠点駅となっており、日本相ダ、日本ゼオンの専用鉄道が農町駅手前の左手後方から、 中越パルプ工業の専用鉄道が駅の右手前方へ分岐していたが、現在は JR 貨物の新港線が駅の右手前方へ分岐しているのみになっている。農町駅の先で万葉線高岡軌道線と交差して中越パルプ工業の脇を進むと親矢部川を渡って工業地帯に入り、東亜合成高岡工場と日本総合リサイクル、 急に本製紙不思議工場を右手に見ながら進む。この先、直進方向には貨物ヤードが設けられているが、密線は貨物ヤードの方向から左へ分かれ、カーブを進んだところに不思議駅がある。不思議駅周辺は、大友や貨もも国主として赴任したこともある。越中国の国府が置かれ、密線はその古い街並みの中を進む。 越中国部駅を発車すると雨晴れトンネルを抜けて、富山湾に沿って走行し始める。男とは、女岩を見ながら、源の義経と武蔵坊弁慶が欧州に下った、際に雨宿りをしたと言われている義経岸のそばを通過し、富山湾越しに、立山連峰を眺めることができる。氷見線では最高の絶景の区間を走する。雨晴れ駅、島尾駅間の右手には、雨。 ハルミガンと呼ばれる海岸があり、海水浴場や海浜公園となっている。田園地帯を進み、中村川を渡った後に、やがて終点の氷見駅に到着する。定期列車は普通列車のみで、ほぼ1時間間隔で運転されている。途中駅で折り返す、区間運転及び、後日の観光列車以外は、他線との直通運転は実施されていない。 かつては月に一度、水曜日に昼間時間帯の列車が運休となる月もあったが、現在は行われていない。原則としてワンマン運転が実施されているが、長編成となる場合はこの限りではない。姫駅での車両の夜間停泊は行われておらず、朝に降り2本、夜に上り1本の回送列車が設定されている。2015年10月10日より観光列車として、 臨時快速、ベルモンター・リュエメール、愛称、ベルモンタが運行されている。当初は、上花線新高岡駅、高岡駅見駅間で毎週土曜日に運行していたが、2017年3月4日以降は、毎週日曜日の運行となっている。高岡市では、各種団体などからの提案を受けて、上花線と見線の直通化を検証したことがあるが、臨時列車のみながら、 この観光列車で実現した、上花線とは、線路はつながっているものの直通するためには、高岡駅構内で、愛の風と山鉄道の線路を利用した、複雑なスイッチバックが必要となる。貨物列車は、農町駅から新港線に乗り入れており、高岡駅高岡貨物駅間で1日1、往復臨時高速貨物列車が運行されている。 2017年に比べ1往復貨物列車が減っている。これにより1本あたりの輸送量が多くなり、支線貨物にもかかわらず1編成で14から17両の貨物列車が蘇生されている。日本製紙の工場閉鎖前は、高岡駅不死刑駅間にも貨物列車があった。不死刑駅貨物線は現在も残されているが、休止状態にある。2012年、 二度にわたり、ワム八万が、伏木駅貨物線に運ばれたが、これは一度高岡貨物駅に専用貨物扱いで、輸送し、トラックで一両ずつ移設されたものである。旅客列車は、金沢総合車両所と山市所所属のキハ40系、キハ47が多機動車で運転されている。原則としてキハ40系の単行。 一両編成で運転されるが、ラッシュ時やイベント時には2から4両編成で運転される。客用ドアの開閉は年間を通じて押しボタンによる半自動ドア扱いとなっている。また、貨物列車については JR 貨物東新潟機関区ので重系ディーゼル機関車で運転されている。この車両は2018年3月のダイヤ改正以降、 高山本線の貨物列車と共通運用で、富山貨物ターミナルと高岡貨物駅の間の全区間で経営を担当する。2004年3月27日より、ひみ線と上花線でキハ40系機動車3両に、ひみ出身の漫画家、藤子藤雄の漫画、忍者服部くんのキャラクターが描かれたラッピングを施した忍者服部くん列車運行されている。 2008年4月1日からは、主人公のハットリくんの声で沿線の案内放送が行われている。ハットリくん音声放送は当初運用列車で終日行われていたが、現在は、土休日の日中のみ流されている。上花線で運用される場合は、ハットリくんの音声放送はない。2011年に、 忍者ハットリくん列車のラッピングがリニューアルされ、2011年5月13日に、高岡駅姫線ホームにて、忍者ハットリくん列車リニューアル出発式が開催された。2012年より木ハ47型機動車4両に、姫、城原線の沿線4市のラッピング列車を施した列車を運転している。高岡編成、網丹列車、都波編成、チューリップ列車、 南都編成、南都君列車、日見編成、きっと君列車という名称で、沿線地区に関係なく、日見、上花線と朝夕の上花線と山直通列車で共通運用されている。中越鉄道により、高岡駅上花駅間に続いて開業した。国有化後は、伏木駅上花駅間が中越線を名乗ったが、後に高岡駅日見駅間が日見線となった。 姫駅から先は、改正鉄道布設法別表第66号により、野戸半島を横断して、石川県の白井駅までの延伸が計画されていたが、実現しないまま、いわゆる、王朝線となった。なお1970年代後半時点では、越中国部駅以外にはすべて駅員がいるという、日本全国のローカル線の中では、珍しい存在だった。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。